アクサ生命の教えて保証とお金の話、ナビゲーターのイーです。突然ですが質問です。ここに2つの箱があります。赤いリボンの箱を開けると 80% の確率で500万円が入っています。緑のリボンの箱を開けると 100% の確率で350万円が入っています。あなたならどちらの箱を開けますか？それでは確率をもとに期待値、つまり期待される利益を確認してみましょう。期待値の計算は中学や高校の数学で勉強されたのではないでしょうか。箱に入っている金額に確率をかけて求めます。赤いリボンの箱は 80% の確率で500万円が入っているので、500万円かける 80% で平均すると400万円。緑のリボンの箱は 100% の確率で350万円。つまり赤いリボンの箱を選んだ方が期待値は大きくなります。合理的に判断するならば赤いリボンの箱を選んだ方が正解です。皆さんはどちらを選びましたか？確実に350万円が手に入った方がいいなぁと考えて緑のリボンの箱を選んだ方もいるのではないでしょうか。行動経済学では人は必ずしもいつも合理的な意思決定をするわけではなく、自分の欲望や感情を制御する自制心も完璧ではないと言われています。さてここでもう一つ質問です。サイコロを投げて奇数が出ると100万円をもらえます。偶数が出ると50万円を失います。ゲームに参加しない場合には無条件で20万円を手に入れることができます。皆さんならどうしますか？多くの方はゲームには参加しないで無条件に20万円を手に入れることを選ぶようです。50万円を失うリスクを負うくらいなら小さくでも確実な20万円の利益を選ぶというわけです。なぜかというと、人は利益から感じる喜びと損失から感じる苦痛を比べると、同じ金額であっても損失から来る苦痛を2倍以上強く感じるためと言われています。多くの人は苦痛は少ない方が良いと考えるので、損をしない方を選びがちなのです。人は合理的な判断ではなく、利益を得る場面では確実に取れる利益を確実に得たいと感じ、損失がある場面では損失の全面回避を最優先にしてしまうということが分かりますよね。これが資産形成の重要なポイントになってきます。市場の特性や投資理論を頭では理解できても、それをなかなか行動に移せないのが人の習性と言われています。つまり資産形成は長く続けた方がいいと頭では分かっていても、自分が持っている株価などが急落した時には損をするのは嫌だと考えて資産形成をやめてしまう傾向があるということになります。裏を返せば、損失を回避したいという感情に流されて投資を中断してしまいやすいことも理解して、資産形成を続けやすい方法や仕組みを考えることが重要です。資産形成を長く続けやすくするには、資産形成に保証というもう一つの目的を加えてパッケージ化している変額保険も選択肢の一つになってくるかと思います。保証と資産形成をパッケージ化すると、なぜ長く続けやすくなるのかについては別の動画でお伝えするので、概要欄に動画 URL を貼っておきます。どういった方法で資産形成をしていくのか、ご自身に合った資産形成の方法をきちんと考えて判断してくださいね。
この後はアクサ生命の未来の夢を叶えるための保険、ユニットリンク保険有機型のご紹介です。ぜひご覧いただき、ご興味がありましたらアクサ生命の専門スタッフまたは取扱い代理店までお問い合わせください。ホームページからもお問い合わせいただけます。ではまた。アクサ生命のユニットリンク保険有機型は、積み立て金額、払い戻し金額および満期保険金額などが特別勘定の運用実績に応じて変動する変額保険と呼ばれるタイプの生命保険です。特別勘定における資産運用は投資信託を利用して行われます。運用が好調だった場合は積立金額が増え、将来に向けた資産形成が期待できます。運用が不調だった場合は満期保険金額が払い込んだ保険料の累計額よりも下回ることもあります。それではこのユニットリンクを詳しく解説していきましょう。ユニットリンクはもしもの時に備えて保証を準備できます。死亡または所定の高度障害状態になった時には死亡高度障害保険金をお受け取りいただけます。この保証部分については運用成果にかかわらず、ご契約時にお約束した基本保険金額が最低保証され、基本保険金額または死亡高度障害状態となった日の積立金額のいずれか大きい額をお支払いします。またユニットリンクは将来に向けた資産形成をサポートするために、満了時には特別勘定の運用実績に応じた満期保険金をお受け取りいただけます。満期保険金に最低保証はありません。でも将来受け取れる金額が確定していないのってやっぱり不安ですよね。そこで投資が初めての方やまとまった資金がない方でも安心して投資を始めていただけるように、投資のリスクと上手に付き合うための3つのルールをご紹介しましょう。1つ目、投資は長期で行いましょう。長期投資は数年数十年と先を見据えて投資をしていきます。投資先の価格は日々変動しますが、長い目で見れば1日あたりの値動きはわずかなものです。短期投資のように値動きをずっと追いかけて一喜一憂したり、価格が上がるタイミングを狙う必要はありません。また一般的に投資信託を含めた金融資産は長期で保有することで、運用で得た利益がさらに運用されて資産が増える複利の効果が期待できます。2つ目、投資先を分散しましょう。資産、通貨、国などを分散して保有することで、特定の資産の動きに左右されることなく安定した成果が期待できます。そして3つ目、時間も分散させましょう。一度に全ての資金を投資せずに毎月一定の金額で買い続けることで、確実に特別勘定のユニット数を買い増すことができ、高値で買ってしまうリスクを抑えることができます。さらにユニットリンクに保険料払い込み免除特約ワイドケアをつけると、3大疾病または7大疾病にかかって所定の状態になった場合には、その後の保険料のお払い込みは不要になります。保険料を払うことなく変わらず保証や資産形成は続けることができるので、長期的に資産形成をする人にとってはとても安心ですよね。ただユニットリンクには必ずご確認いただきたい注意点があります。まず投資リスクがあります。
費用がかかります。解約時には解約控除がかかります。以上が投資リスクと費用の説明となりますので、十分にご理解ください。なお、ご契約の際には契約締結前交付書面、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり、約款、特別勘定のしおりを必ずご確認ください。